小金が、額は、兵庫県丹波笹山市にある標高725メートルの山。四方温竹、西が、額の三山と共に、滝連山をなす。軽岸室の路岩が多く、頂上からは360度の視界が広がる。鎖場もあり、滝連山の中では最もアルペン的雰囲気が濃厚。野縁の群なども見られる。古来より信仰の山で、 丹波修験道場の中心となっており、始まりは鎌倉時代から室町時代にかけてと言われる。手法である宇多木の南側の大岳寺をはじめとし、道が数カ所に立ち、小金が、学頂上には、座王堂、その南側直下には、伏線寺をはじめとするいくつかの寺寺また、里坊などもかつては存在したと伝えられる。古くは、座王堂があったところから座王が竹と呼ばれた。 しかし、流星を誇った丹波修元堂も室町時代の文明14年に、大和修元堂との勢力争いに敗れ、寺寺など、ことごとく消失した。東の覗き、西の覗き、不動岩、愛前屈などの修元堂にちなむ地名が残されている。行は表、裏の二道に分かれており、表は、今後回回りといい、増美四十八滝から峰峰を経て、 御岳町上の行者道へ至る。裏は、大蔵界周りといい、御岳町上から西に向かい、西が学を経由し洋服寺に入り滝の宮で水行をして終わる。植生は、麓から中腹あたりにかけては、多くの丹波の山々同様、日の木杉などの人工林からなるが、高度を上げるにつれ独自の植生を表し、筒子、尺投げ類が多少、岩鏡、岩内は、 おさしだなどの鉱山植物も自生する。ありがとうございます。